時だよ。安田さんの件でも安さんが死んだ時にみんな天才安って言うけど、漫才って2人でやるんじゃないかって、うん、安清がすごかったんだって。安さんが1人ですごかったら清さん足りまないやん、うん、そうじゃない。安清っていうのは確かにすごいの。それは近代漫才の完成品だと思ってるし、うん、俺は安清さんも好きだし、それから米山さんも好きだし、俺は一番ちょっとこれある実際ライブで勝ち当たって負けたと思ったのは WM さんなの。はあ、これにはあった時の、ああ中田君さんとあの、ああ横浜スカイ予選で当たったんだけど、ああ、うん、俺の前に出られたんだけど、これはもうショックっていうか、とってもあの10分ぐらいのステージなんだけど、うわうわやられた時にね、俺ら戻せないんだよな。あの前のこうやられた時に混ぜられた時に出ていく辛さってあるんじゃない。3分やっても戻ってこないの客が。あのペースにバッチリ上がってしまって、もう汗出ちゃって思いもなった自信あったんだけどね。それと同じように安清さんにも潰されたし、だけど漫才ってのは2人でやるもんで、片っぽが天才もクソもないんだよね。あの商品だから。だけど安さんが東京出てきた時の飲み屋の話面白いよね。あれ安さん来たんだよ。俺、ね、東京に安氏みたいなやつがいるって噂を聞いたっつって、神有に俺汚いとこに住んでるから、たけしかって安氏やってから、えっつったら、今神有にいるって言うわけ。それ電話かかったわけでしょ。そうそう、うん、そういう人だ。あの人神有にいるって、俺家にいるんですかって、お前家の前にいるんだって言ったら、いるんだよ本当に。それで金が一銭もないわけ、安さんが。でお前いくらか持ってるかって、すいませんって言って、また帰って金持ってきたら10万円ぐらいしかないんで、バカタレとか言って、なんでやったら貧乏とかいろんなことやったら、お前なんだって。自分とか貧乏じゃない、10万円くれんだから。そしたら前の店の親父が来てて、すいません、安さんが飲んだ7万円払ってくれて、なんで俺が払ってくれ7万円渡して3万円残ってんな。そしたらどっか飲みに連れてけってわけ。ああ、しょうがないからよく行く焼き鳥屋ついてるの、夜中までやってるから。そしたらそこに地元のヤクザがいるわけだ。そしたら、あ、安氏だって言ってるわけで、サインしてくれって言ったら、変なこんなんか箸のあれにさ、あの封筒みたいなのあるじゃない、それにサインしてったら、ヤクザがついて、地元のヤクザの親分は頭殴るんだ、バン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 、アホンだらとか言って、こんなもんでサインさせるのは来らとか言ってた。そしたら若い人がもう頭来ちゃって、ナイフ出しちゃってるなんかして、で俺謝って、それ出したら、あの、それ以来、たけしはヤクザの仲間だって、神谷にいられねえんだから、俺、死んじゃったよ、俺。めちゃくちゃなんだよ。たけしはちゃんと埋めてからでしょ、それもじゃあ。いや俺まだベイベーなんだよ、ベイベーの頃ね、うん、でもその時にやっぱりそのタバコ捨てたら、あの怒られたり、あ、そうな、俺のことだ、うん、うん、すごかったし、そうやね、俺も言われた。あと売れてきて久々に安さんと楽屋だったら、東がその子俺の坊やで、うんうんうん、俺の坊やで俺の漫才のスーツを畳み出したら、安さんがこう見ながら、たけしなってこうつって本当に腹立ったんだから、いきなり立ち上がってぶん殴ったんだよって。誰を？あの東を、東さっさと畳めだって